こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ロックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それでは204回目の千本の句を見ていきます。今日は脳幹に関する説問になります。813本目、中脳。これは丸ですね。814本目、胸。これも丸になります。815本目、円髄。これも丸になります。816本目、脊髄。これは 脳幹とは言えませんのでペケになります今日の説問で覚えていただきたいのは脳幹というのは中脳・胸、延髄この3つの部分で構成されているということですねそれで上から中脳・胸、延髄の順番で覚えてくださいそれで他の解剖学の教科書ですと 肝脳もこの脳幹に含めている場合もありますけどアロマテラピーの教科書では肝脳は脳幹に含めていませんのでその点もご注意くださいそれからもう一つご注意いただきたいのが814本目の強ですね普通これはね橋と読みますけど解剖学の脳幹ではなぜか強と読み表されています はい。それでは今日はこれで終了になります。私のブログへの読者登録の URL が下の説明欄、概要欄に貼ってありますので、この YouTube 動画と合わせてご利用いただけますとありがたいです。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ではまた明日お会いしましょう。